福飲料を報読する、超タスクサイ。オラリーを斜めにもかけている。その前に、リキリとトリキリを持つ、副タスクサイが二人いる。超タスクサイも、副タスクサイもオラリーを着用しているが、その着用の形状は異なっている。超タスクサイは、聖教会の聖職。主教座聖堂において奉職することの多いタスクサイ。日本ハリストス聖教会の訳語。 高心霊に精通している伝統におけるタスク祭老匠の場面で美声が期待される時給タスク祭として長年奉職してきた等の理由から、司祭に助成されることなく一生をタスク祭のままで過ごすタスク祭は特にスラブ系正教会に多い。こうしたタスク祭は功績、年功などにより超タスク祭に少女されることがある。時には、 ベテランの超タスク祭は大聖堂における抗議党のコーディネーターの役割を期待され、場合によっては司祭たちよりも高い尊敬を得ているケースも少なくない。正教会におけるタスク祭、司祭、主教の別を単純な上下関係で捉えることはできないとされる言説を称する一つの高例である。主教義党の生態礼儀における性変化後の万民をも 英体が2回歌う場面で、超タスク祭は、通常のタスクサイと若干違う役割を与えられている。母教会の主座主教、当該協会の主教の名の記憶に始まり、町のハリステア人のため、病気の癒しのため、旅修の解放のため、一切のためなどの様々な祈願を朗唱する、方針令上の役割がそれである。従って、超タスク祭の職は、 単なる名誉称号にとどまらない、主教義等にぜひとも求められる存在である。それゆえ、超タスクサイの欠員が何らかの事情で生じた場合、主教座協会ではすぐに所属するベテランのタスクサイの一人を、超タスクサイへ少女することが多い。ありがとうございます。